ご来場の皆様、大変お待たせを申し上げました。これからは地産地消ユニットでありますシャオニャンの登場です。ご紹介させていただきます。北海道は千歳市で生まれ、千歳の歌を歌う地産地消アイドルユニットです。結成は2004年と、全国のご当地アイドルの中でも歴史がございます。ダンス中を中心にバラードからロックまで多彩なオリジナル曲が全国のアイドルファンに支持されております。もう18年の歴史の中で何度も代替わりをして、今は7名のメンバーで活躍中です。 CD を全国販売してからは、東京とか大阪などでライブすることも多かったのですが、やはりこのコロナ禍になり状況は一変いたしました。今は動画配信に力を入れて、 YouTube でのライブやバラエティ番組も制作していると伺っております。今日は久しぶりのインディアン水車祭り、ぜひ皆様からも手拍子などで盛り上がっていただければと思います。さらに千歳を題材にしたオリジナル曲、なんと30曲持ち歌をベースに、千歳市内、道外へと、また千歳市の PR のために活動を続け、9月26日で結成19周年を迎えます。ライブ活動はもちろんのことですが、最近は巡りシリーズ、あちこち巡ると書きまして、巡りシリーズと称して、千歳市と道内の気になる場所、お店や職場など紹介する動画も配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。これからも千歳市を音楽を通じて PR し続けていきますと語ってくださいました。また研修生やダンスメンバーも随時募集していますので、明るくて元気があれば、ダンスや歌の経験がなくても大丈夫です。ぜひホームページからご応募ください。ということで、これよりは地産地消ユニットアイドルシャオニャンの登場です。
よろしくお願いします。お願いします。はい、お久しぶりの犬山審査祭り、はい、まさかこんなに人がいるとはって感じですね。あの今日あれだよ、雨予報だったのに、そうなんですよ、降らずに開催できて、はい、本当に嬉しいです、ね、よかったです、嬉しいです、よかったです。皆さん見てますか？奥の方の方も見えてますか？見えてますか？美味しいもの食べてる？食べてますか？今日屋台もたくさんあって、そうですね、楽しそうですね。あのちっちゃい子とかも結構いらっしゃる感じなのでね、皆さん一緒に手拍子とかして盛り上がってくれたらなって思います。お願いします。はい、次の曲いきますか？はい、はい、今歌った曲はここ千歳市道の駅にあるインディアン風車のイメージソング、シャンケシャンケシャケと書いてシェイクシェイクシェイクでした。はい、すぐそこにね、はい、あるんですよ。ま、回ってるの見てきてる、ね、そう、回ってるの見てきました。橋渡りながら、おお、やってるやってるって思いながら、隣にね、鳥がいてね、あ、鳥、鮭狙ってるのかな。そうなんですよ、魚狙ってまして、食べられちゃう、はい、鳥って頭いいんですね。じゃあ次の曲いきます、はい、それでは聴いてください。新千歳空港の滑走路のイメージソング、私の滑走路です、どうぞ。
った曲は私の滑走路と千歳初恋物語、そして北海道の名産ハスカップのイメージソング、ハスカップ小町でした。はい、もう3曲一気にやって、ね、久しぶりですね、こんなに踊ったのね。汗だくですね。ステージもこんなに広いんでね、特になんか横なんかここ左右で走ったりしてるのを見たと思うんですけれども、はい、意外とね疲れてるんですよ。さっき酒鍋食べたばっかりだけど、もうなんか食べたいよね。もうお腹空きましたね。あそこにわたあめとかありますよ。わたあめ。わたあめで喜ぶの？ただでもなんかいろんなのあるので、もう買いにこっそりね寄って帰りたいぐらいですけれど。あ、寄って帰っちゃいますか最後？あ、寄って帰っちゃう。寄って帰っちゃうよ。そこから順番に。あ、そうですね。そこから順番に。制覇して。いいですね。そうだ、さっき酒鍋食べたって言いましたけど、はい、本当に美味しかったですね。あの、全然私魚の皮とかあんまり得意じゃないんですけど、はい、でも鮭の皮ごと、あ、美味しい美味しいと思って、しかった、いっぱい食べちゃいました ね、 ね、まだ食べてない人はぜひぜひ食べないともったいないんで食べてみてください。あ、骨にだけ気をつけていただければなって思います。さっき骨刺さってなかった？刺さってないです。大丈夫です。ちゃんと噛み砕きました。あ、噛み砕きました。ちゃんと食べました。美味しかったです。それでは次の曲いきますか。はい、それでは聴いてください。千歳の温泉のイメージソング、千歳温泉チャプチャプ節です。どうぞ。